中田さんの進撃の巨人解説、非常に面白かったです。で、今回は個人的に思う進撃の巨人の魅力についてお話していきます。結論から言うと、面白さの3層構造、これがポイントかなというところです。これどういうことかというと、1層目、モンスターパニック、バトルものとして進撃の巨人見る方結構多いと思うんですよね。なんか巨人が出てきて残酷な世界の中で特殊能力使って戦うんでしょと、ここで終わっている方結構いると思うんですが、実はその奥にですね、別の面白さがあるんですね。それは何かというと、世界設定の秀逸さ、そして伏線回収の衝撃です。まあ、有名なところでいくと、この1話目ですね、2000年後の奇名という意味深なタイトルなんですが、これが回収されるのなんと10年後です、最近ですね、ようやっと回収されたと。そして1話目でなぜか主人公が泣いているコマがあるんですが、この理由なんかは最新刊時点でもまだ未回収だったりするんですね。こういった伏線回収というところ、これも一つ進撃の巨人の魅力かなと思います。しかし個人的にはですね、その3層目、大人も楽しめる深いテーマ性、これこそが進撃の巨人の真の魅力かなと、個人的には思っています。どういうことかというと、例えば代償を支払ってでも自由を求めるべきかというテーマがあったりするんですね。主人公エレンというのは自由を求めて動き続けるんですが、その過程でですね、仲間を失ったりだとか大事なものをどんどん失っていくと、果たしてそれでも自由を求めるべきなのか、あるいはですね、この戦いの中で、A 国と B 国の戦いが起きたと、A 国が先に攻撃を仕掛けてそれに対する反撃があった、それが何度も繰り返されていく、そんな憎しみの連鎖が果たして解消できるのかという問題があるんですね。あるいは愛とは何かみたいな、そういう哲学的な話もあったりする、まあ、そのようにですね、表面上はダークファンタジーのバトルなんですが、その奥底にあるテーマ性というのが一つ進撃の巨人の魅力かなと思っています。ではなぜこういうふうに奥底にあるテーマ性というのがより際立つのかというと、まあ、3つのですね、理由がある。これこそが進撃の巨人の、まあ、真の魅力かなと思っています。これ何かというと、一つ目ですね、立場の逆転が描かれる。これがポイントなんですね。アニメシーズン3の後、今後ですね、公開されるファイナルシーズンなんかでは、巨人が敵というところから全然別の展開を見せていきます。まあ、最初の時点では圧倒的な力を持つ巨人に人々が殺される、まあ、巨人は敵だという状態だったんですが、主人公エレンが覚醒して巨人の力を使えるようになる。その中で巨人を倒すという展開がありますね。さらにはその巨人の力を使って、他国からですね、攻撃されそうになるのをまあ防いでいくと、侵略を防ぐというところ。そしてそこからさらにエスカレートして、なんと巨人の力で世界を崩壊させてやるというところまで行くんですね。このあたりのその味方の違い、立場の違いというのが非常に面白いです。巨人は敵というところから巨人は味方というふうに変わっていく。そして被害者から加害者に主人公たちが変わっていくんですね。そうなると主人公たちは本当に正義なのか、いや、もしかしたら悪なんじゃないかとね、そんなことを考えさせられる。こういった立場の違い、立場の逆転というところがね、非常に面白いところです。さらに言うと、この物語のボスキャラに見えた超大型巨人ですね。この1巻の1話目で出てきたこの巨人なんですが、まあ、主人公からすると自分の母親を殺して壁内の人類の2割を失わせたような、まあ、天敵だったわけですよ。その巨人なんですけれども、単純に敵かというと、どうやらね、事情があるようだということが読み進めていくうちにわかります。この超大型巨人の正体はこのベルトルトというね、男性なんですけれども、彼はですね、誰が好きでこんなことをしたいと思うんだよ、誰も殺したくなんてないよというふうに語るんですね。敵は同情しようもない悪魔だと思っていたら、実はやむを得ない事情がある人間だということが判明していくと、まあ、世界を滅ぼすのは悪だから倒すみたいなね、そういう分かりやすい少年漫画じゃないんですね。勇者がいて魔王がいると、だから魔王を倒してハッピーエンドっていう話じゃなくなっていくのが、まあ面白いところだったりします。で、このあたりから何が正しいのか分からないっていうのが進撃の巨人の一つの、まあ、ポイントとなっていくんですね。主人公エレンたちというのは、まあ、壁の中で生きてるんですが、その壁の外の世界にたどり着いた時にですね、マーレの人々、壁の外の人々の敵として現れるわけですね。その時壁の中の人々、エレンたちが何を考えているかわからないまま、こうやって侵略されていくと、その結果、まあ、正義と悪は逆転し得るものじゃないか、こんな風に伊佐山先生は語っているんですね。このあたりのそういった逆転っていうところを通じて、こちらが正解ですよとは、まあ、言わないと、何が正義何が悪っていうのは、まあ、自分で考えてくださいねみたいな話になるんですね。そして主人公たちが仮に勝ったとしても、そちらが正しいとはまあ言い切れないという話になっていくと、このあたりの立場の逆転というところが、まあ、非常にね、一つの魅力かなと思います。
そしてどこか遠くの話ではないリアリティというのもこの物語のね、非常に根幹をなしているんじゃないかなと、まあ、ファンタジー世界の出来事でしょって漫画あるいはアニメを見ていたらね、つい思ってしまうんですけれども、まあ、そうはならないんですね。なぜかというと非常にリアリティのあるこの世界というのが描かれているから、まあ、障害があって一般人の暮らしがあってそこには貧富の差があると、商人たちがですね私腹を肥やして、いる。そしてストリートチルドレンとかがいるような貧富の格差があったり、あるいはね腐敗した中央の兵士たち、まあ、酒を飲みながらトランプで遊んでいる、そんな姿も描かれていますし、信頼ならない政府たちは、まあ、自分たちのことしか考えず一般人のことは全く考えない、そんな状況の中で主人公たちはまあ革命を起こしていったりするわけなんですね。あるいは外の世界に目を向けると奴隷問題、難民問題、人種差別みたいなね、全て現代の我々にも通じるような話っていうのが描かれていくんですね。つまりファンタジー世界の出来事ではなくて現在の自分たちの世界から地続きの世界としてのこの漫画の世界というのが描かれている。そしてもう一つのポイントは残酷な世界というところですね。ご都合主義、これ漫画であればよくありそうなんですけれども、これが通用しない残酷さっていうのが進撃の巨人の世界では描かれています。例えば主人公の母親1話目で死んでしまいます。いきなり死んでしまうと。そして主人公がですね、その母親のリベンジにですね巨人を倒す力を蓄える、3年かけて修行した、その結果巨人と戦うと一瞬で負けてしまうんですね。で仲間たちっていうのも、まあ、一瞬で食べられてしまう、そんなね残酷な世界が描かれていく。このあたりが非常に容赦ないですね。で特に象徴的なのがこの2巻でですねヒロインのミカサが残酷な世界を意識して立ち上がるところです。こんな感じのコマがあります。そうだこの世界は残酷なんだと。でこの時のこの絵がですね非常に特徴的でした。例えばこのカマキリが蝶々を食べる絵、これは食物連鎖弱肉強食ということが現れています。そしてその隣にですね、ミカサの父親が鳥を取ってきて、まあ、みんなでおそらくご馳走として食べるのでしょう、そんなコマがありました。このあたりですね強いものが弱いものを食らうという弱肉強食のこの世界のね真理というものが、まあ、描かれている。カマキリが蝶を捕食する、そして人間が鳥を捕食する、このあたりを通じて世界の残酷さ、そしてその上で生きている我々というのが描かれる。そのあたりをね、漫画として見ると現実の世界の我々も実はですね普段隠されている弱肉強食に気づかされるんですね。こういった残酷な世界線とかっていうのがあって、どこか遠くの話ではなく我々の現実世界と非常に近い世界でのリアルな物語なんだと感じていくと、世界の上ではキャラクターたちがですね非常に生き生きとしてるんですね。ここも進撃の巨人の魅力かなと思います。デビュー当時からですね、まあ非常に心理描写というところもうまいです。例えばですねこの調査兵団の団長がですね、息子の死は人類の反撃の糧になったんですよねと、まあ、死んだ兵士の母親に聞かれるんですけれども、もちろんと答えた後に、いや何の成果も得られませんでしたと答える、まあ、象徴的なシーンがあるんですが、このシーンなんかもこのもちろんと言った後のこのコマですね、ちょっと考えると、嘘を言ってもよかったんだけれどもあえて言わなかったっていうところが描かれている。このあたりのですね、時間的な、経過、まあ、映画的ですよね、非常に映像的な演出だと思うんですけれども、そういったものがコマを使って描かれている。このあたりもねデビュー作の1話目でこういうのが描ける伊佐山先生のセンスっていうのが、まあ、非常にすごいと思いますし、まあ、そういったね、人々が弱さを持っているっていうところもまあ描かれていくんですね。例えば主人公のエレンですらそれは例外ではありません。俺は力を持つべきではなかった、死んでもいいというふうに、まあ、後半で語っていくんですけれども、まあ、こういったふうにね主人公はもう絶対に負けないという人間ではなくて精神的な揺らぎとか弱さっていうところがある、まあ、各キャラクターがですね、欠点とか弱さっていうのを持っている、それがキャラクターの実在感につながっていくんですね。そういうふうにこう非常にリアルな世界、そしてリアルなキャラクターが描かれた上で立場が逆転したりだとか、まあ、非常に残酷な出来事が起こっていく、そのあたりから大人も楽しめるテーマ性、それを演出するドラマっていうのが生まれてくる。これが進撃の巨人の、まあ、非常に大きな魅力かなと思います。で進撃の巨人ってですね非常に分かりづらい点が多いので、私の各巻解説シリーズ、まあ、全話解説しているのでぜひこちらも合わせて、見ていただけるとより楽しめると思います。概要欄あるいはコメント欄から見てみてください。以上だけでした。それではまた。